その中でも私の経験したのは今回のエリシューポインターね、はい、これが僕は初めての経験なんだけども、あの2頭までは飼ったことがあるんですよ、はい、2頭でもねやっぱり声をかけながらねやっぱりやらないとどっちかがどこ行ったか分からなくなるんですよ。あ、うん、ところがこのエリシューポインターはもうあれ多い時には僕はビデオでも撮ったんだけども、ハットが9頭一緒に走らせたりしたことがあるんですけどもね、はい、でももう私が行かなきゃこっちへ戻ってくるし、前に行けばどん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 前に行くしっていうことで、というかね、犬同士の協調性もあるんですよね。競争して走るとかいうことは絶対ない。で、どういうんですかね、やっぱり本能的な、その血統的なあれですね、やっぱり協調性やと思いますね。今までそんなことは経験したことなかったんです。2頭立てでぐらいだったらなんとか量はできるんだけども、やっぱりある程度気を使ってやらんと連携プレーが悪い。ある時は2つが一緒のところでやるとか、エビフの場合はパラッとばらけるんですよね。次と作業分担がこう同じところを一緒にやるんじゃなくてね、うん、なんとか複数のものを走らせたら、蜘蛛の子散らしたってよく言うんですけどね、バラッとこう行きますよね。だからそういう風な性格なもんで、社会的訓練ができてない時に教育係なんかに出して取れるなんかされたら一気にパニックみたいになって走り回りですからね、うん、逃げてね、うん、そうするとその間走る時にはもうその養殖厩舎のオブジェクトの刈り込みの考えも全然ないし、風も利用せんし、うんうん、そんなになりますね、うん、でもねやっぱりそうやって見て楽しむことができるんですよでもそうすると結構フランスブルトってあんまり結構犬はしぶといですよね。そうするとい要は犬にはね、その繊細でね、繊細なその特質を持った犬で、要するにっていうのと、それからずっといやつがおりますよね、はい、うん、それでも条件はやっぱりなんだかんだ言うても 見かけはやっぱりどっちかというと意外と繊細なの。繊細と捉えればいいけど、みんな臆病だと言うんですね。もうエリシューポインターなんて言ったら純粋なものはほとんどみんな10人が10人ね、自分が飼育して飼ってみたらおそらくこんなね臆病な犬はダメだっていう、ことになるはずなんですよ絶対。でそれは繊細じゃなくてね、やっぱり頭も賢いんですね。そうですね、うん、で繊細なだけで、要するに臆病じゃないんですよ。あ、うん、その繊細さが災いで尻尾が垂れたりとかね、あ、うん、ふんどし角って言うんですけども、はい、ぐるっと、ま、回って腹のとこでビリビリ尻尾がね、そういうふうになってしまうんですね、うん、そうなるとかっこ悪くなっちゃうしね。かっこ悪いですよ。でもこういったとこにエルフね、クモさんのラッキートリガーとエルザを海外のね、うん、本場のアメリカの人が見てやっぱりあれをいいって評価してくれる意見が今回結構 ね、うん、あったんで僕も嬉しかったでしょ。やっぱり分かってる、僕はアメリカ人っていう人は言うとありですけども分からないだろうと思ってたんです本当に。けどあれ見たらね、はい、あれだけの人がやっぱり相当注意してね、はい、うん、見えました、送った、はい、よかったです、よかったです、はい、感心してね褒めてくれるなんて、まさかアメリカの方から褒めてもらうとは夢にも分かったよ。日本では何にも言ってくれるんだけどもうね、見た時に動画見てるの初めてだけど、あ、まあ素晴らしいと思ったからね、うん、その本来はね、僕が一番の今その悔やむところは何かっていうと、あの犬をその60日ぐらいからね、日本記事で訓練したかったんですよ。あ、うん、
ところが犬がたくさん売れ残ってっていうか買ってくれる人もおらんし、それでもう移動もできないし、はい、県外からと気に合わせれんからね。あ、うん、そんなんもあって、でも中途半端なことしてたら、いわゆるエルヒューポインターってどんな犬って、見た目の犬ね、はい、仕事ぶりじゃなくて、それまでダメになってしまうっていうことが僕の頭をよぎったもんで、だったら社会科訓練徹底して、どんなとこでも尻尾ピーンと上げてね、そうやってその堂々とした、みんなよくシャイだとかね、臆病だとか言われるような犬じゃないような形に しないとっていうことがあって、だから高いお金出して負けるの分かっとっても、やっぱり競技会なんかに連れてくるのは一番いいチャンスなんですよね。今日なんかでもトリルされて、それ必ずどっかでそういうことはあるはずなんで、だから今そういうこと若い時に経験しときゃ、将来やっぱり堂々とした犬になるはずなんですよ。それをね、見届けられるっていうのが嬉しいんだけどね、クモさんにまだまだ頑張ってもらわないと。あと50年今度のほら、その今期の漁期、この漁期、その時にこの地へ来て、ほらあのエルザを、はい、ね、はい、あの仕事も見てもらいたいですよね。そうですね。それまでに、まあ、キジに当たってきますんでもともとキジに対してのその仕事ぶりはエルザがまあ、ずば抜けてでもないけども、ラッキーから見たらはるかに上だったんですけどもね、もう今完全に逆転してますもんね。あ、うん、要するにエルザが悪くなったんじゃないけども、ユテナさんたちみんなにかましてもらって、犬がやっぱりね成長したんですよ。やっぱ成長してますよね。そう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 、うん、逆に言ったらラッキートルがすごい自信持ったんですよね。そう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 、自分のあれに、うんうん、松井おらんよと思ったらバーッとまた探しに行くっていうね。でも本当それをね、目の前で見させてもらって本当感動を覚えて、あるけど、はい、みんなが僕は思うんですよ、あのみんながそういうあの信じて、宗教じゃないけども信じて、みんなが犬を仕上げたものなら、この辺りもゲームいなくなると思いますよ。そうですね、うん、あの飛ばす飛ばすって低く飛ばすようなその飛ばし方してくれれば、射撃チャンスも少ないし打っても当たらない場合もありますよね。けどああいうふうにブラブラーっと飛ばしてくれると、そうですね、うん、射撃の腕さえ達者だったらほとんど当たるんじゃないかなっていうぐらいの、50キロでも上がりますもんね。そうですね、上がりましたね、うんうん、本当はあれがビデオに残ってて、うん、あの編集してね、見せられればよかったんですけど ねもったいなかったんですけどね。すごいなと思うんだけどね、うん、あまりにもラッキーが早く仕事をしちゃったもんですからね僕らのスタートが全然切れなかった状態でしたね、うんうん、あの正直唖然で終わってしまって、何なんだこの犬はっていう、あの仕事が早いとね、あのもたつき感がないもんで、偶然付き合ったような感じがしますよね、うん、正直あっという間の本当あの十数分ぐらいの出来事だったんですけどね、まさか小樹形キジを連続で、その後も群鳥で砂漠し、ヤマシギはこちらに向かって飛ばすしで、本当にびっくりしましたね。あれやっぱりもう血統的な本能ですね、教えることは絶対的ですね。だって私なんか全然売ってかもしれないんだもんそれもあの普段からその鳥がたくさんいるとかではなくて、結構なあの激戦区でみんなが引いてて、鳥もかなり警戒している場所でですからね。そうですね、はい、難しいはずです、はい、うん、